俺の名はジョン・グレイス。アメリカのテキサス州で暮らす平凡な男だ。全てにおいて並な男だが、ただ一つだけ誇れることがある。キラー、今日も可愛いよ。ありがとう、ジョニー。そう、付き合って3年になる超絶美人なハニーがいるのさ。そして俺は今キーラの家に向かっている。実はプロポーズするつもりなんだ。キーラのやつ驚くだろうな。もちろん彼女には内緒のサプライズイベントさ。車を走らせること数十分、彼女の家が視界に入り、もうすぐ到着。しかし目の前の光景に俺は目を疑った。今日はありがとう、とても楽しかったわ。俺もだよ。なんと見知らぬ男の車からキーラが現れたのだ。眼下に広がる信じがたい光景、俺は背筋に冷たい水を浴びたような感覚に襲われた。落ち着け俺、多分仕事仲間か何かだろう。そう自分に言い聞かせ、今にも飛び出しそうな心臓をグッと抑え込んだ。しかし、愛してるよ。私も。白昼堂々繰り広げられる熱々のシーン、俺は真男の存在を目の前で突きつけられたのだ。男の車が走り去った瞬間、俺は彼女の元に猛ダッシュで駆け寄った。おいキラ、どういうことだよ。え、ジョニー、なんでここに。なんでもいいだろう、あいつは誰なんだよ。その前になんで急にうちに来るの、クソ今男。彼女はそう吐き捨てて、その場から走り去ったのだ。はあ、謝罪はおろか、逆ギレして逃げ帰る姿に俺は開いた口が塞がらなかった。全身からふつふつと湧き出る怒りに支配された俺はすぐさま彼女の後を追った。ふざけんなクソ女、出てこい。幸せな未来が来るはずだったのに、この女絶対に許さない。数分後出てきたのは彼女の母親だった。キーラは体調が悪いの、そっとしておいてくれます。なんだと、この子に及んで母親まで俺を蔑んだ目で見やがる。俺の怒りの矛先はまずこいつへ向いた。そしてこのクソ野郎、俺は憎しみのままに母親をぶん殴った。浮気女を擁護するのが許せなかったのだ。そして倒れた母親を引きずり、キーラの元へ直行した。ママ、まず謝れこのクズが。キーラはひどく狼狽している。ざまあ見やがれってんだ。なんてことするの、そういう暴力的なところが無理なのよ。浮気していい理由にはならないだろう。ふざけんじゃねえ。ダメだこの女、全く反省する気配がない。彼は優しいし、お金持ちだし、最高の男よ。あんたみたいな中途半端なクズとは違う。な、彼女の容赦ない言葉に俺の理性の糸はプツンと音を立てて切れた。こいつをこのまま野放しにさせるわけにはいかない。貴様、絶対に許さねえ。俺が懲らしめて、その腐った性根を叩き直してやる。完全に制御が効かなくなった俺は、ちょうど壁にかかっていた猟銃を手に取った。ジョニー、何する気？何って決まってるだろう。彼女の親父は害獣ハンターだったはず。つまりこれは本物だ。そして次の瞬間、死ねえ。重たい猟銃を振り回し、気が済むまで乱射しまくった。もちろんキーラと母親は即死。俺を傷つけた罰だ。わずか数分で部屋中がどす黒い赤色に染まった。しかしキーラの死体を改めて見るや否や、俺はふと我に返った。どうしよう、殺しちまった。人間二人を銃殺したという事実を前に、雪崩のように恐怖が押し寄せてきた。どうにかしないと、このままじゃ捕まっちまう。何かいい方法はないのか。俺は豚箱に入りたくない一心で、この状況を打開する方法を必死に考えた。そうだ、俺は被害者だ。たまたまこの現場に鉢合わせたことにすればいいんだ。今すぐみんなに説明すれば信じてもらえるに違いない。本気でそう考えた俺は即座にライブ配信を始めた。誰か助けてください、911を。彼女が血まみれなんです。誰か、全世界に自分は被害者だと訴えるんだ。まさに完璧な作戦だと思った。すると俺の狙い通り、視聴者はすぐに1万人を超えた。彼女が、俺の彼女が。みんなが俺を擁護してくれれば捕まることはなくなるだろう。しかし俺の期待とは裏腹に、こいつマジの狂人だ。絶対こいつが犯人だろ。犯人確定、通報早く。コメント欄は批判の嵐だった。なんでだよ、みんな俺を信じてくれよ。俺は被害者なんだ。止まらない批判コメントに俺は精神的に完全に追い込まれてしまった。くそ、この世に俺の味方をしてくれる人間はいなかった。もうこうするしかないんだ。その後ライブ視聴者の通報で警察が突入してきた時には、なんてことだ、これはひどい。そこには3つの死体が無残な状態で転がっていた。俺はただキーラと幸せな人生を望んだだけなのに。
なあ神様よ、俺は何か悪いことでもしたっていうのか。今更何を考えようと、もうこの世に俺の魂はない。